贈呈式では県トラック協会の小丸重弘会長が自転車も止まれと書かれた啓発ステッカーの目録を県警の大木進交通部長に手渡しました。県警によりますと、去年県内で発生した自転車が絡む交通事故は996件で、このうちおよそ6割は一時停止をしないなど自転車側に何らかの違反がありました。寄贈されたステッカーは500枚で、蛍光色の反射材を使用し、夜でも目につきやすいデザインとなっています。自転車へ乗る方々のですね、マナーアップがやはり最優先だと思いますね。そして先ほども申しましたように、ヘルメットの早く早期の義務化を呼びかけたいというふうに思っております。